サーキットとかで攻めるっていうよりは、あの街中を楽しくドライビングしたりとか、あと車好きたちと集まって談笑したりっていう用途で使ってます。宮下です。ツイッターでミヤちゃんという名前でやってます。リバティウォーク仕様の GTR3 号に乗ってます。一応子供の時からあのスポーツカーが好きで、グランツーリスモとかがあったりして、あの車の家で運転のゲームをして、そこでスポーツカーっていいなっていう子供の頃から憧れはありました。それで、まあ、社会人になって自分でお給料稼ぐようになって、あの好きな車に乗るぞということで一念発起してローンを組んでこの車を買いました。まず、まあ、見てわかるようにリバティウォークの、ボディキットを組んで、ホイールもフロントが 11J、 リアが 12J の、 あのホイールを、フカリムのホイールを入れてます。エンジンとかは特にいじったりはしてないんですけど、コンピューターですね、ミッションコンピューターをあの後期用 の、 あの 1.5 のマイコンを乗せて、あの今2021年のプログラムを入れてます。これによってかなり乗り味がスムーズになったりとか、あの変速の時のガタつきっていうのが非常になく快適に乗れるようになってますね。行橋にある、まあ、福岡県の行橋市にある、ガレージアクティブっていうところでエアロを組んでもらったんですけど、カスタム前提でベースを入れてもらうっていうのは決めてたので、そこでもう3時間4時間ぐらいちょっと社長を捕まえてあのこうしたいんだ、ああしたいんだって話し合った結果、リバティウォークのボディキットとこういう風にしたいですっていうのを要望を伝えた上で、あの見積もり出してもう一気にやってもらったっていう感じですね。グランツーリスモにそもそも3号がなかったので、 NSX だったりとか R323334 これらをあの運転しました。なので最初車探してた時は NSX だったりとか R34 を探してたんですけど、 YouTube、 あそこで、ユーロ TV っていうあのリバティウォーク仕様の R を乗ってる YouTuber さんがいたので、それを見た時に、うわこれかっこいいなとで憧れ、そこから3号買うぞということになって今ここに あるわけですけど、そこはもう比較的やりきったかなと思うので、あとはその乗ってる時の後ろから火が出るようにしたいだったりとか、ブーストアップしたりとか、600、700馬力に上げたりとか、基本的には純正 の、 あの部品を生かしつつ、あの無理ない範囲であの馬力アップ、ブーストアップして、あのその走行性能を高めていければなと、これからやっていければなと思ってます。走ってると車線ギリギリまでお尻が入ってるっていう、そのなんていうんですか、圧力、その迫力がすごくあるっていうのが、あの僕的にはすごくあのこの車の好きなところですね。自分がこの車を乗るぞって決めてしっかり準備して買った車がやっぱりこの車が一番初めてなので、それに対してはやっぱりかなり思い入れの強い車になってますね僕は。やっぱりその夢が叶ったっていうのもありますし、あの仕事に対してこの車持ってるし、この車を維持するために仕事を頑張ろうっていう励みになるので、非常にあの生きる活力になってます。あるっていうよりもやっぱりこの見た目が好きだったので、そこのそのブランドにこだわらず、もう好きな車に乗れる、それだけで十分だと思います。